先進 EHF 通信衛星先進 EHF 通信衛星 IF 衛星はアメリカ空軍が整備を進めている新型の軍用通信衛星システムである。アメリカ軍の軍用通信衛星として1990年代からミルスター衛星が運用されてきたが本衛星システムはそれを更新するものである。静止衛星であり、通信能力も大幅な向上が図られている。 軌動運用4機のほか、地上予備機も準備される。ロッキードマーチン社の A2100MA 生バスを使用しており、衛星寿命は14年。1999年から開発が開始された。2008年に初打ち上げを予定していたが延期され、2010年8月14日に1号機、IF-1 が打ち上げられた。しかし、液体アッポジエンジン噴射時にトラブルが発生して、 正式軌道投入に失敗したため、XR-5 ホールスラスタなど、別の小型推進システムを使って1年以上かけて、軌道の上昇が行われ、2011年10月24日に、正式軌道へ到着した。使用した液体、アポジエンジンは、IHI 製の BT-4 であったが、調査の結果このエンジンには異常はなく、燃料の供給系統の異常であった。通信システムは、 陸、海、空に所在する各ユニットとの更新が想定されており EHF 帯を使用する。通信速度は1ユーザーあたり最大8.192メガビット S、低ビットレートでも75から2400ビット S を確保するようにしている。核攻撃に伴う電磁波上乱などへの高換性も向上しており、電子妨害への対抗性向上や、 通信の非嘆地性低下も行われている。2号機のアヘイフマイナス2は2012年5月4日に、3号機のアヘイフマイナス3は2013年9月17日に、アトラス V ロケットで打ち上げられた。ありがとうございます。